当時の朝日新聞大阪本社大阪朝日新聞は日本の日刊新聞である朝日新聞の西日本地区での旧代現在の朝日新聞大阪本社版の前身にあたる略称は大朝1879年1月25日朝日新聞が大阪で創刊された発行元の朝日新聞社は1888年7月10日に東京へ進出し 東京朝日新聞を創刊した。大阪で発行される新聞の大号はその後もしばらく朝日新聞だったが1889年1月3日に大阪朝日新聞と解題。この状況は新聞統制により1940年9月1日に大阪朝日新聞と東京朝日新聞の大号を朝日新聞に統一するまで続いた。 村山隆兵と木村東東の首相により1879年に木村平八の出資を得て創設、大阪西区江戸堀南通り一丁目に最初の社屋を構えた。木村隆兵を社主、土佐出身の津田忠を編集主管としたが、1881年に村山隆兵と上野隆一による合資特命組合の経営となる。朝日新聞大阪本社の社記。 朝日の名は、極日商店、万章、これ秋の儀から、太陽のごとく、変章のない公明盛大さを表彰し、眼神経の法上より大事が選定された。大学の呪文の足は、設立自社員の羽倍朱一の考案により、南波の足を表現、大阪をシンボライズしたとされる。現在も朝日新聞大阪本社版の大事の、 アザ模様は足であり、大阪本社の社キも朝日が右で左に向かって曲光が出ている衣装となっている。ありがとうございます。